1972年 k ニヒスブスターハウゼン墜落事故は1972年8月14日にベルリンシェーネフェルト空港からブルガス国際空港へ向かっていたインターフルークのチャーター便がドイツ民主共和国ポーツナム県 k ニヒスブスターハウゼン近郊に墜落した事故である。乗員8人と乗客148人の156人全員が死亡し、 ドイツ国内で発生した航空事故としては最も死亡者数の多い事故である。事故機はソビエト連邦イリュー新設計局のいるマイナス62で、機体記号は DMC クズネツオフ NK-8 エンジンを4発搭載していた。初飛行は1970年4月で、事故時点での飛行時間は3520時間であった。 乗員は51歳の基調ハインツパフ、35歳の副操縦士、ロータル・ワルサー、32歳の航空機関士、インゴルフ・シュタイン、38歳の航空士、アヒム・フィレニウスであった。乗員はそれぞれ8100時間、6041時間、2258時間、8570時間の飛行時間があった。客室乗務員は4人であった。 インターフルークのチャーター便は現地時間16時30分にベルリンシェーネフェルト空港を出発した。日付は8月14日と夏休み期間ということもあり、乗客は航空機の定員ほぼいっぱいの148人であった。離陸は順調に進み、離陸完了後は震度を南東に取り隣国、チェコスロバキア共和国上空へ向かっていた。 離陸13分後の16時43分、東ドイツのコトブス県、コトブス上空で、乗員は昇降打の問題を報告し、本来の飛行経路から約10度ほど異なった方向へ、進路を変更した。乗員は、シェーネフェルト空港へ引き返すことを要求したが、この時点では、まだ速やかに最寄り空港へ着陸しなければ、ならないような重大な問題が発生しているとは、考えていなかった。 16時51分、乗員は着陸重量を減らすために燃料投機を行った。また、この間に客室乗務員が機体後部のキャビンで煙を視認したことを報告している。16時59分25秒、すでにシェーネフェルト空港は視認できていたが航空機は空港から南に数キロ離れた地点を飛行中で、 機体の上下の制御に問題が発生していたことから、命令を発出した。この時点で、機体後部の耐久力が火災により弱っており、水平尾翼がほぼ機能不全に陥っていたことを、乗員は知らなかった可能性が高い。命令発出から数秒後、弱っていた機体後部が脱落し航空機は制御不能に陥り急降下を始めた。機体全部は、 高加速度に耐えきれず空中分解し、バラバラとなった破片が東ドイツ系に必須、ブスターハウゼンに墜落した。乗員8人と乗客148人の156人全員が死亡した。ビルダウ墓チの追悼飛パイロットの最後の言葉から、事故の原因は、機体後部で発生した火災であると考えられた。火災が発生した区画はキャビンから立ち入ることができず、 また煙感知機も存在しなかったため乗員は状況の深刻さをすぐに認識することができなかった。火災の原因は熱風送風管からの漏れで、そこから約摂氏300度の熱風が漏れ出し、電気系統の絶縁体とフライバイワイヤーを損傷させた。乗員により報告されている昇降打の異常はこの時ワイヤーが損傷したことによるものと考えられる。離陸後、 電気系統の短絡により火花が発生し、約2、摂氏零零度の温度の火災が、機体後方の第四貨物室で発生した。その後火災は、拡大を続け煙はキャビンに到達し、ついには、機体構造を弱らせ耐えきれなくなった、機体後部が脱落し、墜落に至った。ケーニヒスブスターハウゼンに近いビルダウンの墓地には黒い、石に犠牲者の名前を刻んだ。 追悼費がある。ありがとうございます。